はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は8月11日、金曜日でございますね。なんかね、帰省ラッシュがなんかすごいことになってるみたいで、なんか新幹線もなんかすし詰め状態ね、映像を見ましたけど。おいで、まあ、台風7号がね、なんかまっすぐ関東向かってきてますよね。だからまあ、新幹線がね、まあ関東から動く人が多いですからね。まあ新幹線とかね、あと飛行機とかね、それで地方にまあ、里帰りということで、まあ今日はね、お盆の帰省ラッシュですね。初日でございますけれども、ちょっと、まあ帰るは帰ったで、帰れなかったらどうしようという心配がちょっと あってですね。皆さん大変ですね。私はもうね、福岡にね、軽類はね、いませんのでね。まあ墓参りもですね、私はまあ、いいかなと。ね。もう私は死んだらですね、もう散骨してもらおうぐらい思ってますからね。どっか頼んでね。まあね、墓に入ってどうのっていうね、そういうメンタルはあまりないんでしょう。ね。ということなんで、まあね。まあでもね、墓参りにね、行ってこう、花を手向けるっていうのはね、まあそれはそれで日本のね、伝統的な、ね、文化でございますので、別にそれを否定するものではございませんですよ。間違いないでくださいね。それでなんか、うん、よくね、ドラマとかでこう、花をこう、ね、墓の前でこう、ね、あれですよね。正岡式でしたっけ？月給、40円とか言ってね、墓にこう刻んであるっていうね。ああいう墓だと面白いですよね。ちなみに僕墓を、お墓ね、墓地をこう、ね、こう散策して、なんかそのお墓のこう、あれこれをこう、ちょっと見てね。なんか結構、割と好きなんですよ。自分は墓参り行かなくせにね。だけど、なんか面白いんですよね。いろんなこう墓があって、うん、まあなんかこう、ちょっと来歴みたいなことを書いてるのもあってですね。まああれは歴史をすごい感じて、ある意味ちょっと面白いなというふうに思いますね。考古学者とか、そういうメンタリティかもしれないですね。考古学者の先生ね。ね。ということで、まあ本日は、祝日、山の日でございますね。今日からまあ3連休ということで、まあ特別企画ですね。視聴者リクエスト。この連休の3日間でですね、6銘柄にわたって、まあ軽くね、お話をしたいなというふうに、思っております。まあね、明日はね、私神宮外苑でね、花火大会ね、なんとか晴れそうなんで、いいなと思ってるんですけどね。それでまず今日ですね、これ祝日なのは日本だけですから、日本が標準ではないんで、アメリカは動いてるんですよね。なんかいいっすよ。昨日もね、なんかダウンをプラス、ナスダックもプラス、S&P500 もちょっとプラスで、まあ今先物もね、全部ずらっと上げてますよね。で、日経平均先物もなんか111円のプラスになってますね。うん、悪い感じじゃないですね。為替すごいですね。140円突破しましたね。144円50銭。これね、株価上がらないとおかしいですね。ユーロドル 1.1、ドルインデックス 102.48。で、原油ね、これ83ドルですね。高いですね、原油ね。それから、ビックス強指数、またちょっと下がって 15.7 になってますね。っていうような感じでございますね。ニュースは、今日はなんか、ありますかね。イエレンさんね、財務長官ですよね。米経済の強靭性と雇用回復をアピールするという、14日にね、そういう演説するらしいですね。フィッチがね、米国債を格下げなんかするもんですからね。イエレンさんちょっと怒ってんですよね。反撃してやろうと思ってんですよね。それから、コーチの企業がベルサーチの企業を買収で合意と。なんかヨーロッパのあれですね、ブランドっていうのはなんか見たもなんか集約されていきますよね。ね。LVMH とね、あとケリングね。あとこれ独立系ではシャネルとかね、エルメスとかありますけどね。まあ、シャネル、エルメスは大丈夫でしょうね。と思いますけどね。それから、UBS グループ、クレディスイスグループ救済買収で生じうる損失の一部をスイス政府が補填する協定の終了決定と。なるほどね。UBS が考えましたね。ね、うまいことやりましたね。だし、クレディスイスのいいとこだけね。まあちょっといいとこ取りをしようということですよね。あと、ハワイのね、マウイ島の森林火災ね。あれはもうすごいですね、本当に。なんか復興には長い年月と多額の費用がかかる見通しだというふうに書いてありますね。というような感じですね。はい。ということでございます。それで、まあ、特別企画のね、お決まりのですね、相場の格言ね。これをちょっとね、最初にやりたいと思いますけども。相場の器用貧乏というやつですね。こういう格言があるそうなんですよね。日本証券業協会でございます。ね。何をやらせても一応、そつなくまとめると。
便利で重宝な社員がどこの職場にもいると。ね、いますよね。で、上役からのお呼びも多く。ね、そうですよね。で、周囲から羨望の目で見られ、出世間違いな人の掛け声もかかると。だが、結果は期待外れ。昇進は途中で足踏みとなり、大成した例はあまり聞かないと。これが器用貧乏だと。いうようなね、話ですよね。まあ、ちょっとね、まあ、ふーっと考えるだけでもやっぱいますよね。とにかく、そつなくやるんですけど、要するにその、あくまでもですね、その上役にとって便利なツールなんですよね。だ便利なツールである限りはですね、自分がツールを使う、立場にはなかなかなれないんですね。だそういう目で見られるんですよ。だから、多少ですね、まあ、そつなくまとめることもやるんだけど、なんかやっぱこう自分で自己主張するっていうね。まあちょっとこうリスクありますけどね。そうすると、ある上司によってはですね、こいつなかなか見どころのあるやつだなと、俺に逆らいやがったとか、そういうのってあるわけですよ。まあね、そういうことなんですよね。それとかもうなんか、提案してきてね。ちょっと、それはお前、不可能だろうっていうやつをね。ね、楽天モバイルじゃないですけどね。なんかやりますみたいなね。なんかそういうね、それも変わる。なんか、三木谷さんが、まあそういう感じだったみたいですよ。なんかね、もう、結構いろんな大物にね、ジジイ殺しって言って、なんか有名だったらしくて。だからやっぱその、あれですよね。ちょっと尖ったところがあって、それでその、物応じせずにですね、ガンガン自分の自説を述べるからですね。そうするとですね、相当その、対戦した人はね、ツールしか知らないんですよ。この便利な社員しかね。なんか、すごいな、こいつ、みたいな、ことになって、おいで、まあね、応援するよ、みたいな話になるんですよ。ひょっとしたら俺よりね、器が上かもしれないとか思うんですよね。そういうことですよね。だけど、まあ今必要なのはね、三木谷さんのこの、便利で重宝な社員ね。これはいりますよね、どう考えてもね。いないんじゃないですかね。はい。で、株式投資もですね、全く同様だと言ってますね。で、この、小手先を聞かせて売ったり買ったりしていては、目先の小幅な利益は上げても、大きな成果は期待できないと。これはもう私がしょっちゅう言ってるやつですね。とにかく、もう1割、2割、3割でね、いわゆるこうもう、利益確定をこまめにしてしまうと。ね。それでまあある時ね、暴落が来てですね。それでまあ、せっかく稼いだ原資産もね、その時投資してたら、もうドカーンと下がってしまうというね。そういうことがありますよね。ですから、ね、まあこう、小刻みにね、こう立ち回ってね、うまいことやろうっていうのはね、なかなかね、相場の世界ではまあ難しいということを言ってますね。で、しかも相場の上げ下げ両方をうまく立ち回って市中に収めようとすれば、これはもう信用取引仕事ですよね。空売りやるということですね。いかに名人といえども、やっぱり百中というわけにはいかないと。これは大事ですよ、この言葉は。いかに名人といえどもね、空売りね、から信用買いね。これ、百発百中にはならないですよ。それが百発百中だとね、すごい資産を築けるんですけどね。だけど、まあ、リスクがね、なんか100万倍ぐらい多いんですよ。ね。で、いつか必ず裏目が出て、まあ、サイコロと一緒ですよね。それまでの利益をすっかり吐き出すことにもなると。まあ、私が読んだですね、読んだですね、まあ、相場師、これかは銀蔵さんは別としてですね、いろんなこう、消えていった相場師っていうのはですね、みんなこう吐き出してますよね。すんごいもうね、まあ、資産をね、気づいたんだけど、まあ結局ですね、その最後に裏目が出てね、それでまあ、自殺したりね、本当に悲しい話ですよね。何のためにやってたのかというね、本気を忘れるんですよね。だからまあ、ギャンブル化するってことですよね。だからこれはね、良くないですね。カミソリとナタの例えではないが、長持ちし、大成しようと思うなら、目先を追って小回りを聞かすよりも、腹を据えて、どっしりとね。腹を据えて、どっしりとっていうか、腹自体がちょっと私出てますけどね。まあね、どっしりと構えるように、しくはなさそうだと。株式相場というものは、そう簡単にわかるものではないと。分かったような気になったり、分かったふりをするのは間違いのもとになると。すいません。ね。アイフルね。いいと思いましてですね。分かった気になったんですね。シナリオが読めたなーって気になったんですけど。まあ、よくよく見てたら私の見立て違いだったと。ね。でもまあ、そういう時にね、もう素直に反省してね、さっさと切ると。いうことが大事なんですね。マジコだーみたいなね。これも大事なことだと思いますね。だから別に分かったふりをしたわけじゃないですよ。分かったと思ったんですよね。これ、いけるな、今後。勝ち出し増えるし、みたいなね。しつこいですよね、私もね。まあでも、ちょっと反省したいなと思ってるんですよ。ね。で、相場の器用貧乏を戒める格言には、ですね、名人になるより素人らしくと。
ああ、なるほどね。うん。なるほど。名人は相場の怖さを知ると。うん。私、相場の怖さ知ってます。名人じゃないですけどね。迷ってる方ですけどね。まあ、愚鈍なる人間ですね、私はね。愚鈍なる人間ですけれど、少し努力しますね。で、相場の怖さはよく知ってます。それから、早耳の早耳倒れ。これはね、ありますよね。なんかニュース聞いてね。なんかニュースがパーッと流れてね。それでもう、この株だって言って、もうそれでその、ダーッと買って、そういう紹介したらもう、ドドドドと落ちてくるというね。だから、まあね、その、あれですよ、株単とかで流れてるニュースとかね、次のテーマこれだとか、いやね、簡単に乗らない方がいいと思いますね。いうふうに思います。それからですね、目先感で相場を張るな、というような言葉もあるらしいですね。まあ、こう、いわゆる、ちょっと上目線だな、とか下目線だな、とかいうことですよね。で、それで、まあ、相場を張ってはいけないと。まあ、どうせ私はね、下はあんまり見てないんでね。下来たら切りますからね。上しか見てないんですけど、まあ、やっぱり信用取引をやってる方は、空売りというのもあるんで、まあ、下落相場は下落相場で儲けてやろうと。上昇相場は上昇相場でレバレッジをかけて儲けてやろうと。まあ、こういうようなね、誘惑に駆られるんですよ、誰でも。しかしね、投資のね、初心者の方は、もうね、信用取引だけは絶対やらないでください。ね。これもう失敗した本人が言ってますから。間違いないです。で、信用取引なんかしなくても、現物でね、それなりのね、資産をね、形成することは可能なんですよね。だから私のチャンネルずっとご覧になってる方はわかると思うんですけど、私も信用取引について本当疎いでしょ。先物についても疎いし、しかもオプションもやらないですからね。なので、要するに、このですね、まあ、相場にこう伴う、こういろんなね、考え方っていうのもあると思うんですけど、やっぱこの前段の腹を据えてどっしり構えるということですね。とにかくね、安さにはこだわらないといけないです。とにかくね、スーパーで買うのもね、シールを貼ってあるやつをね、ね、買うんですよ、私ね。半額シールは好きです。なんかこう、貼ってる途中でね、私がいいものを見つけるとですね、これね、お姉さんこれも貼って、とか言って。わかりました、とか言って。貼ってもらってね、半額でね、買って帰る。そういうね、そういう精神がですね、ものすごく大事だと僕は思うんですよね。まあ、たまにね、もうこれはもう惚れたっていうのは、それもありますけどね。はい。ウォール街にもですね、筋の耳打ちは信用するなと。これは筋っていうのはですね、要するに、あれですね、まあ、証券会社ですね。まあ、そういう、こう、ブローカーとかね、そういう人たちのね、次はこれがいいよ、とか言ってね。ね、こう、あんただけに教えるけど、みたいな。あんただけってことは絶対ないんですよ。だから100ドルちょうだい、みたいなね。ね。でもそれをね、100人ぐらい耳打ちして、ね、結構儲けるんですよね。100人に100ドルで見ましたら1万ドル儲かりますからね。何のリスクもないですから。で、必ずしも市場にいる必要はないと。これはね、大事なことです。そうですね。一応その全て手仕舞いをしてですね、それでまあ、ちょっと難しい相場だなと思ったら、まあ見ておくということもまあ必要だというふうに思いますね。まあコロナの時もですね、一旦ですね、ものすごくその含み益の乗っているもの以外はですね、私はですね、整理をしました。そしてですね、コロナが、からちょっとこう、回復しかけたところですね。まあそこでですね、徐々にですね、まあ銀行株だとか、まあいろんな株をですね、こら売られすぎだろうということで、いつかは終わるよねと。私4年かかると思ったんですよ。スペイン風邪が4年だったからですね。ですんで、まあ大体そのアメリカのね、ナスダックなんかブワーッと上げていったでしょ。まあお金がジャブジャブになったからですね。それでまあそういう、まあチャットも見ててですね、それでまあ、そろそろいいかな、とね。もう、恐る恐るですよ。そろそろですよ。それで、まあ、少しずつですね、まあ、買っていったというような、まあ、経緯がありますね。だから、まあ、コロナの本当に、どん底のところに至るまでは、市場からね、退出しようと、まあ、してたんですよね。要するに全ての株を売るっていうことはないですよ。だけど、収益の乗ったものはですね、残してですね、ものすごく乗ってるものですね。それを残して、まあ基本的にはキャッシュに変えましたね。キャッシュ化しましたね。これはですね、すごくまあ大事なね、言葉じゃないかなと。必ずしも市場にいる必要ない。これから先もですね、何かの折に絶対暴落っていうのはありますから、で、その時にですね、まあ、いわゆる、キャッシュですね。もうね、損失がもういくらであろうと関係ないです。とにかくですね、一回売った方がいいです。私はそうしました。で、もうね、必ず相場っていうのはですね、そこを売ってまた戻してくるんですよね。だって、世界が続く限りはですよ。それはやっぱり経済成長っていうのはやっぱ続いていくんですよ。続いていかないとですね、人類の発展はないんですよね。
ですから、まあそういうふうなことをね、考えたときにですね、やっぱりこう、うん、次にね、来るですね、上昇のチャンス、それをですね、できるだけそこでのところでね、拾うと。ということが大事なんですよね。とにかくそこのそこです。で、できれば社会インフラ株みたいなのがいいです。ね。あ、そんなふうに、まあ、私は思っておりますので、まあ、この最後のね、ウォール街の言葉も、いいですよね。やっぱこう、株式相場やってると、なんかね、ずっと株持ってなきゃいけないような、こう、感覚になるんですよ。だけど、それは良くないですね。まあ、ね、一番大事なのは、あれですから、キャッシュですから。キャッシュイズキングですからね。ですから、まあ、要するに、こういうね、下落相場の時も、まあ、いわゆる空売りをしてですね、で、儲けてやろうっていうのも一種の、この相場の企業貧乏につながるやり方ですよね。だけどね、こう下がってきてね、こう上がるんですよ、一回ちょっと。それでやるんですよ。ここがもう、じゃあそこだったのかなと思ったらそうじゃなくてね、またこう下がるというね。まあね、そういうのをね、まあ、こう、器用に凝らしていこうっていうのはね、まあ、いつか裏目が必ず出ますよね。そんな風にね、思います。本日の格言ですね。相場の器用貧乏になるなっていうことですね。ということでございます。それではね、大成はしないよと。まあ、私も大成してるわけじゃないんですけどね。まあね、これは自らに、ね、ちょっとこう。だから私、不器用ですよ。本当に。ね、買ってみてね。ちょろっと買ってみて。それ、なんか、もうすぐ売るとかね。次の日、なんか、ね、自分のシナリオ通りいかなかったらもうすぐ売るみたいな。すごいわがままですからね。全然器用じゃないです。しかしながら、損失はですね、最小限に抑えるっていうふうにね、してですね、そうすると利益の方が上回ってくると思いますね。はい。で、今日のですね、視聴者さんリクエストですね。で、これはですね、二銘柄、内外ですね。靴下です、靴下。ね。ですね、もう一つはですね、どれやったかな。WA ですね。婦人靴ですね。この二銘柄ですね。これをまあちょっと軽く見ていきたいなというふうに今思っております。私もね、一応ね、連休モードなんですよ。だから、あんまり長いのはね、撮りたくないんで、軽くね、見ていきたいというふうに思いますね。はい。それで、これ内外280円でございます。で、PR は10倍ですね。PBR 0.4 倍。これ見るとね、良さげでしょ？なんかね、買ってもいいかなみたいな。まあ買ってもいいと思うんですけど。ね。まあ改ざんもちょっとありますけどね。で一応ですね、予想はですね、まあ、これ1月期なんですね。2022年の1月期で134億の売り上げで、これが経常益はマイナスだったんですね。それで、23年1月期、今年ですね。これは去年より売り上げ落ちて127億になって、マイナス11億の経常益マイナスですよね。そして、2024年の1月期、今走ってる期ですよね。これはプラス 6.2 で135億円に売り上げ伸びるよと。で、2億円の売り上げが出るよと。まあ、ちびっとですね。ちびっとです。というような、ま、ことなんですよね。それで、この、内外さんですね。まあ、どんなチャートかというと、まあ、こんな感じなんですよ。なんか、この辺でね、なんかニュースが出たんですね、多分ね。6月29日でしょう。これ、第一四半期の決算短信が出てからですかね。なんかよくわかんないですよね。赤字縮小で着地して、しばらく動きはなかったんですけど、なんかね、いきなり、買い予想5位ね。なんか知らないですけどね。なって、それでまあ、バーっと行ったんですね。でもまあ、そんなこんな言っときですよね。これマネーゲームですね、完全にね。なんか踏み合いかなんかあったんじゃないですかね。と思うんですけど、まあ、ほんで、また落ちてきてね、元のところに戻ってるというようなね、そういうような格なんですよね。ということでございます。それでこれ、内外さんは、靴下の会社なんですけどね。126年ぐらい経ってるんですよね、この会社。これ今ね、盛んにね、これ力入れてます。履かない靴下ね。まあこう、シートですけどね。差し感覚とか言って。これって夏だけですよね。ね。夏はいいかもしれないですけどね、これシート引いてね。ああ、なんかね。100年以上ってすごいですよね。で、ここをですね、まあ、取るべきところがあるとすればですね、あれなんですよ。ブランドね。いっぱい持って、やってんですよ。ライセンスで。で、これブランドリストなんですけど。これがね。これはまあ、この辺はまあ、自社のものなんですよね。シルクの靴下とかも、やってるみたいですね。5本指の靴下とか。ですけど、あれですよ。百貨店で売ってますからね。まあ、量販店でも売ってはいますけど、高いです。ね。
それでですね、こう、まあ、この辺はもう自分のところですよね。靴もね、こうニットシューズっていうのをこれ作ってますよね。まあ、どの程度売れるかわかりませんけど、まあ、こうやってオリジナルブランドもえらい力入れてるんですよ。しかしながら利益がもう一つと。いうことなんですよね。それでですね、パジャマとかリラクシングウェアやってんですね。これもまあ自社ブランドですよね。それからエプロン、ホームウェアね。これも自社ブランドでやってますね。と、まあ、ゴム製品もいいんですけど、あとレグウェアね。レグウェアっていうのは靴下のことです。これはもうライセンスはね、ずらーっとあります。カルバンクラインでしょ？それからダックスね。これはライセンス料いっぱい払ってます。ね、エンポリオアルマーニ、フィラー。それからハッピーソックス。これはスウェーデンの会社みたいですね。それからジルスチュアート。解放主義ね。これなんでこんなの借りるんですかね。これ朝日です。あの、長靴とかね。あの子供靴で。有名なね、朝日ですね。それからランバンでしょ、ローラーシュレーリーね、ノーチカ。すごいでしょ、オーシャンパシフィックにプレイボーイに、ダルフローレン。それから、プロゴルフ。すごいでしょ、まあ、大したもんなんですよ。あと、まあ、プーマもやってるし、サンリオもやってるし、トミーヒルフィガーもやってますよね。はい。で、アンダーウェアね、肌着ですよね。これはね、ヒューゴボスとかね、やってますね。ラコステもあります。エンポリオアルマーニ。うん。それから、ハンカチ、タオルね。これは、トミヒルヒガーやってますね。あと、サイコバニーとかね。から、パジャマ、リラクシングウェア。ここね、ずらーっとブランド並んでますよね。すごいでしょ？エプロンね。これ、ダックスね。また出てきます。だからですよ。大道さんじゃない。ごめんなさい。三協成功さんね。ボケてるな。大丈夫かな、俺。三協成功さんはですね、四半期どこもね、赤字にならないっていうのは、もうこのライセンスがあるからなんですよね。このエプロンなんか年中売るもんじゃないですか。ね。まあ、そんなようなことで。まあ、とにかく幅広くやってるっすよ。でも、ライセンス量高いっすよ、こういうとこ。多分、10% 以上は絶対取ります。上代のね。か、12% とかね、場合によっては 15% とか、ヒューゴとか、ボスなんか、それぐらいいきそうですよね。そういうことなんですよ。だから、それと、まあ、自社の商品ですね。これとの、まあ、ミックスでうまいことやっていこうというような、まあ、ことなんですよね。それでですね、第一四半期ですよね。これがですね、もう出てるんですよね。はい。6月13日に第一四半期が出て、これですね。内外ですね。24年の1月期第一四半期。2から4月期ですね。これ連結計上損益は8200万円の赤字と。赤字なんですね。赤字で縮小しましたと。だって前年は2億7300万円の赤字ですからね。というようなことで、まあ営業利益率じゃなくて営業損失率ですね。これは、マイナス 12.6% からマイナス 3.5% に、まあ、改善したと言ってるんですよね。そういうようなことでございます。はい、これがですね、6月13日に出た第一四半期の決算短信なんですね。社長は今泉健二さんですね。で、売上高ね、は伸びてるんですよ。28億から29億にね。2.5% 伸びてますね。で、まあ、それもあってかでしょうかね。一応これ、マイナス3億5700万からマイナス1億円ね。まあまあ、赤字が減ってるんですよね。もうちょっとしたら黒字かな、みたいな。そういう期待でね、上がったんですかね。よくわかんないですけどね。で、自己消費率 51.9% ね。まあ、純資産58億あります。剰余金がね、まあ、配当ありませんね。だから、もう配当妙味なんか全然ないです。ね。それからですね、通期の予想ですね。これが効いたんですね、きっとね。うん、135億円の売上で、プラス 6.2 と、うん。で、営業利益は2億、経常利益も2億、当期利益2億2500万と、いうことですよね。だからまあ、2.5 でしょ第一四半期ね。6.2 大丈夫なんですかね。よくわかんないですけど、2億なんて利益って、いつどう吹っ飛ぶかわかんないですよね。というふうに思いますけど、まあ、とりあえずちょっとですね、この訂正情報をね、まあ、見たいなと思うんですけど、まあ、ずっと厳しいんですよ。百貨店のね、直営売り場とかですね、量販店ね、の直営売り場に今収めて卸ししてんですよね。ですけど、まあ、なかなかね、いつもこれ靴下とかハンカチとか、あと、そうですね、肌着類っていうのは、やっぱセールの時の、やっぱ目玉になってくるんですよね。まあ、なんだかのね、ちょっとこう、なんか、ちょっと喧嘩をね、下げなきゃいけない事情があるのかもしれないですけどね。
あれですよ、納入限界ですよ、と思うんですけどね。まあ、わからないですけど、百貨店事業ではですね、店頭販売量強化に注力するとともに、商品付加価値を高めることで、原価率を引き下げ、収益力の回復に努めたって言ってますね。そうですか。で、量販事業ね、これはヨカドとかイオンですね、まあ、直営売り場ですね。では、それから島村さんとかもきっとあるのかな。他企業との協業範囲を拡大し、生産から納品までのサプライチェーン強化をすることで、新たな販売先開拓に取り組んだと。そういうことですね。そしてですね、成長育成事業と位置づける通信販売事業につきましては、まあ、要するに、まあ、EC ですね。これで、要は、まあ、なかなか卸じゃ儲かんないんで、まあ、これ、せっかくの機会なんで、EC でね、頑張ろうというようなことなんですよね。で、まあ、なんか複数サイトでの展開によって、EC、通販事業の売上拡大に注力したということです。それで、販売費及び一般管理費についてはですね、なんかコスト圧縮したみたいですね。で、徹底したコストコントロールに努めて、前年から減少してですね、なんか計画通りに推移したって言ってますね。で、これらの結果、まあ、先ほど見たような数字になってるということですよね。で、セグメント別にはですね、卸売事業ですね。まあ、これが大きいですよね。まあ、まあね、29億のうちの23億ありますからね。ほぼほぼこれですよね。百貨店販路のレグウェアね、靴下ですよ。これは外出機会がまあ増加しましたよね。で、百貨店の、まあ、入店客数っていうのが大幅に増えましたよね。で、当社主導売り場の拡大ですね。それから新規ブランド展開による売り場占有率向上施策が走行して、店頭販売は、心身不尽ともに前年実績を上回ったと。はあ。あ、そうですか。また、原材料価格の高騰による売上原価の上昇はあったものの、もう商品価格の一部見直し、冬物商品の効率的な販売による返品の減少によって、売上総利益率が改善したって言ってますね。あらりは改善したんですね。で、ホームウェアではですね、ダックス、エプロンの販売を新たに開始したと。三強成功の、ね、罠にはまってますね。エプロン、パジャマを中心に家中商品を集積したハウスウェアスタジオね。これを新たに出展するなどの販売拡大策に取り組みましたが、ね。コロナ禍の巣ごもり需要の反動源から店頭販売は苦戦したということですね。ああ、まあそうですね。家でゴロゴロしてたんですもんね。パジャマ言いますよね。で、なんか、まあそれでもですね。なんか店頭販売は苦戦したって言ってますね。まあ反動源でね。反動源。量販店販路では他企業との協業による販売機会の拡大と、物流経費及び商品原価の削減に努めた結果、営業利益が改善したって言ってますね。量販店は良かったんですね。で、これらの結果ですね、当第一四半期、卸売事業の売上は23億7千400万 2.9% ですね。だけど損失なんですよ。1億円のね。次ね、小売事業。これはですね、まあ、インターネット販売のこと言ってますね。インターネット販売では EC 市場用に企画したレグや商品の販売が引き続き好調に推移して、アマゾンでの販売が前年比2倍以上になったと。まあ、前年がいくらだったか注文でありますよね。売上は順調に推移しましたと。直営店販売ではハッピーソックスですね。さっきみたいですね。ギフト需要に対応した多様なパッケージ商品の販売訴求に努めたほか、アンギフトでね、靴下ってまあ送りやすいですよね。で、インバウンド需要の回復で入店客数が増加して、原宿竹下通り店での免税販売が寄与するなど、売上は回復基調となりましたと。言っとることがわからんな。なんで百貨店が減るんですかね。ね。よくわかんないな。百貨店が上がってもいいはずですよね。まあいいですけど、インバウンド需要ね。最もあるのは百貨店ですからね。買わないですかね。靴下は。でもエンポリオアルマーニとかあるんですよ。ね。で、なんか原宿の竹下通りで、に、なんか店があるんですね。で、そこは免税販売が寄与するな、売り上げ回復基調になったって言ってますね。当初オリジナル商品を中心に、足にまつわる商品を取り揃えた N プラッツとかいうのがあるんですね。ここでは売上拡大と事業効率の改善施策として販売代理店契約店舗をジアウトレッツ、湘南平塚に新規オープンしたと。販売代理店。FC ですかね。ね。で、これらの結果、第一四半期連結取引結果の小売事業の売上高は5億3700万で、まあ 0.7% どうですか。まあほぼフラットですね。で、営業損失ですね。やっぱね、200万円ですけどね。だからまあ、どっちもダメなんですよ。まあ、卸もダメだしね。これもダメなんですよね。でもね、百貨店はね、結構ここないと困るんですよ。なんでかっていうと、これですね。内外公式ライセンスブランドってやつね。
で、これですね、すべて正規金または正式に許諾を受けたライセンスになるんですよね。で、こう見たらこんなんあるんですよ。それで、こうやってですね、もう百貨店絶対いるんですよね。こうね。だから、まあ、ラルフ・ローレンのこういうね、靴下、よく見ますよね。量販店にもありますよね。大体こうね、小物なんですよ。それで、その何社もライセンス下ろさないですからね、ラルフもね。なので、こうないと困る会社なんですよね。ね。こうポロのね、こういうギフトとかね、こういうのいいですよね。肌着なんかもあるんですよね。で、ブランドでですね、肌着、これ、ここ、メンズのね、この辺ね。こう見てみますとね。ここセールかかってるでしょ、ほら、30% オフとか。もう結構高いっすよ、4400円とかね。ね。パンツですよ、パンツ。ね。4400円は高いな。さすがにこれ買わないですね。エンポリアアルマイなんか1万3000円しますよね。とか。こんなに高い値段で売っててですよ。どうしても分からないんですかね。と思うんですよね。で、それなりに売れてると思うんですよ。しかし儲からんのですよね。ユニクロなんてあれですよね。990円ですよ。ほんで、えらい儲かっとるわけですよね。うん。だからまあね、ライセンス料と、あと百貨店とかね。百貨店のあの、ね。売上具合ね。あれが重いんでしょうね、きっとね。で、大体これ3割引きで売ってですよ。で、そっからですね、その、この販売価格が、まあ、例えばこれだと、5280円のものが、まあね、3割引きで3630円でしょ。で、これからさらに3割ぐらいとか、場合って 35% ぐらい、あの、百貨店が持ってくるでしょ。そうすると、それにですね、当然元状態のこの5280円っていうところからでしょ。ライセンス料がね、まあ 10% 以上かかるんですよ。だからまあ600円とか700円とか場合によったらね、エンポリオアルマーニに お支払いしなきゃいけないですよ。そうするとですね、要するにもうこちらさんにはあんまり残らないということになるんですよね。まあそういうことじゃないかなと思うんですよ。ただもうちょっとこれね、潰すわけにもまあ百貨店としてもね、なくなってもらっても困るということなんですけど、これからもう未来があるのかっていうと、なんかあんまりなさそうなんですよね。だからまあ、もうほんとね、こういうようなところで、要するにこの通販でね、EC でまあ頑張って売るしかないですよね。しかしながらもう値段が目いっぱい上がってますからね、これ。この辺のライセンスブランドはね。なんでまあ自分でブランド持ってないってのはやっぱ悲しいですよね。で、こうブランド一覧見ると、そうですね。この中に、ほら、ダックスもいるでしょ？だからもう、ダックス、これ、パンストからやってますよね。ダックスのパンスト。靴下。こんな感じなんですよね。か、スリッパね。こんなんもう、絶対もう、産業成功のことですからね。まあ、10% は、上代から持ってきますね。まあ、5、600円持ってくるんじゃないですかね。だって生産した分だけね。もう、絶対払わなきゃいけないですから。あの、こういうライセンスっていうのは、あれなんですよ。タグあるじゃないですか。ダックスとか入った。あれはですね、要するに、メーカーが提供するんですよね。メーカーつか、ライセンス元がね。ただその分しかないんですよ。あ、よくできてるんですよね。まあそういうようなことでですね、まあちょっとね、これだけのことをやっておりながら、まあ儲からないというのがね、ちょっとやっぱりこう、内外。内外ともにダメだろうな、という。うちも外もあかんな、みたいな。こう、まあ確かにこうちょっと、販売自体は海外の販売とかね、ちょっと伸びてるんですよ。これでも1億5200万ですからね、言っときますけど、150億じゃないですからね。通販1億3000万ね。他みんな赤、マイナスなんですよ。前年比ね。これいつの決算かな ?126 期通期。あ、前期の通期、1月期の決算ですね。今年のね。そうなんですよ。で、まあ、通販ね、まあ、14.7% ぐらい今のところありますけどね。18億ですから、まあ、ひょっとしたら、もうちょっとこれが伸びてくると、まあ、固定費的な部分ね、通販に関わる、まあ、人であるとか、システムであるとかですね。そうしたものに関わるですね。あと、まあ、モールに出、まあ、EC モールに出てれば、まあ、そこの手数料ですよね。そういったものをこなしてですね。まあ、やっぱ売上高が必要なんですよね。だから多分これの倍ぐらい。30億とか40億とかぐらいになると、まあ、利益はね、ここ稼げるようになるかもしれないですよね。まあでもなかなかね、海外はね、しんどいと思いますね。ちょっとね。ね。と思うんですよね。だからなきゃないで、まあ、百貨店としても困る会社ではあるんですけど、じゃあ、ライセンス品を、よそが作れないか、ちょっとそんなこともないんですよ。
ね、作るとかいっぱいあるんですよ。靴下屋っていうのはね。ここ、スケノさんと業務提携なんかやってるんですけど、まあ、スケノさんなんかも、まあ、ね、靴下屋さんですよね。それから、奈良ね。奈良の方にも、結構靴下屋さんいっぱいあるんですよ。だ靴下っていうのはなんかその、あれですよね。編み木みたいなのがあると、なんか結構作れるみたいなんですよね。なので、まあ、どうせこれ中国からね、中国で作らせたりとか、そういうこともやってると思うんで、あ、ちょっとね、きついっすよね。ドラッグにも入れてるんですね。あとスポーツ店ね。あ、なるほどね。でも百貨店が一番多いんですね。いやー、きついっすよね。百貨店。持っていかれるとね。だって自社サイトであれ3割引きやってるでしょ？ってことは百貨店でも3割引きやってるってことです。絶対はしてますから。ね。百貨店がもう一番の納入先ですからね。そうすると、この通販と、まあ、これ利益がね、開示されてないんですよね。だからまあ、売上しかないんですよね。でも売上じゃもう押し量れないじゃないですか。それで、これ見てみますと、メンズの靴下が、まあ圧倒的ですよね。33.9。で、次はレディースですよね。の靴下。やっぱ靴下屋さんっすね。で、子供の靴下もっとパンサーがありますからね。まあ、アンダーウェアとかは、まあそこまでじゃないですね。っていうような、まあ、感じですね。それで、百貨店の店頭販売推移っていうのをこれね、業績説明の補足資料で出してるんですけど、悪くないですよ、全然。百貨店。ほら。紳士靴下店頭販売高推移ですよ、これ。全然悪くないですよ、これ。ずーっと。それでなんでダメなのかなって思うんですよね。不思議でしょ。第7波とか言ってね。この辺がまあ、去年の11月からまあ、ですよね。で、パンストもまあ、そんな悪くないですよね。これ、ここまで巣ごもりが良かったってことですかね。でも、こうずっと上がってきてますよね、今ね。やっぱ外に出るようになりましたからね。で、アンダーウェアはずっと一緒、こう。ね。まあ、ホームウェアはちょっとだけ下がってますけど、そんな大きなあれじゃないですよね。分母じゃないですからね。だけど、内外は、内外ともに悪いと。ね。だからまあ、ちょっとこれね、なんか、決定打欲しいっすよね。決定打がね。決定打。ちょっとね、もう人様からブランド借りて商売やってってんですけど、せっせと貢いでですね、三協成功とか、もういろんなブランドにね、貢いでると。貢ぐ内外って感じですね。少しは貢がせた方がいいんじゃないですかね。そういうふうに思うんですけどね。なんかこう変な、ケーマンに ECMMF とかなんか気持ち悪そうなのがいますね、ここに。テージフロンティアは全然気持ち悪くないですけど、なんかちょっと気色悪いですね、ここね。なんか狙ってですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも、剰余金がこれですからね。もうマイナスになってますからね。まあまあ、利益は稼げてないですからね。まあ、剰余金マイナスですよね。でもまあ、自己資本が58億あるんで、まあ、今、どうこうということはないんですけど、まあ、総資産方の中にですね、まあなんか、有価証券とかそういうのがあれば、ですけどね。これもとにかくずっとこう3ヶ月決算赤字でしょう。ちょっと重症ですよね、これ。で、この18年とかこれ、まあ良かった時だってこの程度しか出ないんですよ。1億1000万とか、6000万とか、6900万とか。だからまあ、いいようにね、使われてる会社かな、みたいな。っていうよりも、この内外さんの歴史自体がですね、すごい古いんですよ、きっとね。だからもう、その、なんちゅうんですかね、この古いんでしょ、これ。会社概要。大正9年ね。大正9年ですよ、1920年。そっからあるんですよね。なので、あんまりもうね、その、なんですかね、こう、非常にこう大きなこう、改革みたいなことが、こうなんかできる感じがあんましないっすよね。そう、悪いんですけどね。なので、まあ280円で、まあ株価は安いんですけど、まあ今見たようにですね、まあちょっとこう、カタリストがないっすよね。なんか中敷きみたいなのあれ靴下って言われてもね、あれでなんか、すごい良くなるとは思えないでしょ。なのでまあちょっとね、ブランド屋さんに、ライセンスホルダーに、なんか貢ぐ商売というね。でも百貨店には欠かせないみたいな。で、とりあえず命だけはね、流れさせてやるよみたいなね。なんかね、そんなような感じがしますね。で、次なんですけども、ですね、次はですね、あ、履かない靴下これですね。さっき見たやつですね。でも、ドラッグストアでも大して売れないと思いますよ。どうですね、これ、夏だけですよ、これ。冬は無理でしょ、これ。ね、素足なんで。しかも女子だけですよね、これね。
おっちゃんは臭いですよ。まあ、女子だって臭くなる人は臭くなりますよね。汗っかきの人はね。はい、次、ダブル A ですね。これはですね、まあ、ちょっと、一回、私、これ動画撮ったんですよね。そしたら曲がっちゃって。だから分割しちゃってですね。もう、まあ、とんでもないですよね。見てください、ここ。もうなんかこう、この辺でこう、ちょっと、あれですよね。なんかこう、見たんですよね。動画撮ったと思うんですけど。なんか、ビューって上がってきてですね。それで、ここで分割しちゃって。1対2のね。で、2200今、ね、93円とか。2393円とか、この辺にいるんですけどね。まあ、だけどね、PBR2.6 倍でしょ？利回りはないしですね。PR23.7 倍。もう成長のみですね。まあ、成長を今後もしていけるのかというところがですね、もうこの最大のポイントになるというふうに思いますね。で、これ前の動画見ていただくとわかるんですけど、ここはですね、中国の方です。ね。社長さんね。ですね、これ前も読んだと思うんですけど、不人物なんですよね。で、不人物からスタートするというのはですね、靴の商売としては非常に王道なんですよ。っていうのは、やっぱ不人物ってですね、パーツとパーツをつなぎ合わせるだけの、まあ、いわゆるですね、靴の中でも非常に簡単な、あれですね、製法でできるんですよね。だから、まあ、このですね、まあ、不人物から、やっぱこう、靴の、まあ、PB ですよね。これ SPA なんですよね。WA さんってね。もう全部自社ブランドですからね。それでこのですね、会社ですね、遠隔から見ますとですね、この小春院さんっていうね、この人が社長さんなんですけど、この方は中国の高校を卒業して、日本の大学に進学して、それから卒業後にですね、98年ですね、まだ私が東京に来る前ですね、日本の靴メーカー、マルチュこれよく知ってます。マルチュ産業ね。これ、潰れたんじゃなかったですかね、確かね。うん。それで、ここ就職したんですよ。で、まあ、そのね、とにかく生産担当、中国語話せますから、その当時はもう中国からね、マルチもガンガンね、商品入れてましたからね。それで、その、問屋商社、貿易会社からの様々な要求を受ける中で、その要求が消費者のためになるのかという疑問を抱えてたらしいですよ。で、消費者の声を直接聞いて、製品に反映することができると、消費者を喜ばせることができると、同時にビジネスチャンスがあるというふうに、まあ、小春院さん、考えたんですよね。まあ、いわゆる SPA にとって一番重要なことですよね。いわゆる消費者ニーズを的確に捉えて素早く商品を供給すると。これがどうできるかということがファストファッションのね、H&M とかね、あとザラとかね、キーポイントですよね。そういうことをやろうと思ったんですね。それでですね、下北沢に2002年にですね、オリエンタルトラフィックの1号店を出してるんですよ。で、それからまあ今日に至るということで、これ上場したのが2019年の11月ですね。マザーズで上場してますよね。で、翌20年の5月にですね、かの有名な卑弥呼を子会社がしてます。これね、結構大きいんですよ。これ卑弥呼はですね、百貨店入ってる場合多いですからね。あ、そういう高価格帯なんで。で、オリエンタルトラフィックね、WA のね。これはですね、まあ、どっちかというと、ケミカルシューズなんで、靴って、革か、ケミカルか。ね。それか、まあ、あとラバーですね。キャンバスとか。まあそういう雑材とかね、まあそういうふうに。まあ、大きく分けて革かそうじゃないかってなんですよね。革っていうのはですね、参入消費があるんですよ。いわゆるですね、TQ 制度っていうのがあって、要するに守られてるんですよね、比較産業っていうのはね。守られてるけど日本の比較産業はもう衰退してるんですよ。面白いでしょ？ということなんですよね。で、今ですね、ここのね、状況がどんな風になってるかっていうと、これですね。これ1月期なんですね、これもね。岸君も1月期が続きますよね。これで、業績175億の粗利はですね、64.2%。はい。不人物で、ですね、結構いい値段つけてます、ここね。通常だと3900円ぐらいで売るものがですね、だいたいまあ4900円から、場合によっては5900円ついてますね。まあちょっとね、デザインの工夫とかそういうのはもちろんありますよ。ですけど、まあそういうことができるんですよね。まあピビですしね。で、女の子はもう本当、ね、気に入ったものは買いますから。で、こうしょっちゅう二足売りしてますよね。二足でいくらみたいな。ね。なんか紳士服の昔の商売みたいなね。ことをやってますよね。でもまあ、それでも売り上げ取れて、で、粗利は 64.2% ですよ。どれだけね、原価率が低いかですよね。で、婦人、レディースのケミカルシューズだと、本当に原価低くできるということですよね。で、経常利益は10億円ということですね。で、今、店舗数はですね、国内で180店舗、海外で21店舗ということですね。まあ、こう、中国の方なんでね、社長さんが。これでまあ、あれですよね、香港とか、マカオとか、まあ、その中国圏、中華圏にね、
まあ、お店を出すというのはもう全然抵抗ないですよね。というような、まあ、ことなんですよ。それでですね、業界のトップはこれ ABC マートさんですよね。で、2023年2月期2900億円売って、粗利はね、51.5 しかないです。これ昔はね、57、8あったんですよ。本当に。だけど、ナイキ、アディダスをはじめとした、ブランドシューズね。もう ABC マートって、もう頭に浮かぶのは、あれでしょ、スニーカーでしょ、グローバルブランドもね。で、バンズも、ですね、一応グローバルブランドのスニーカーなんですけど、あれですね、VF コーポレーションから、まあ、ライセンスをですね、ABC マートさんの、まあ、前身の ITC の時代から持ってるんですよね。で、もうね、すっごい数売るんですよ。で、僕VF の人の、東アジアのね、担当者っていうか、まあ、創始社長ですよね。その方と会ってお話したことあるんですけど、まあ言ってましたね。もうとにかくめちゃくちゃ売ると。何でしたっけ？その当時、いくらでしたっけ？ 380 万足とかなんか言ってましたね。400万足とか言ってました。で、それはね、もう捨てられないと。ね。だから、ABC マート独占だったんですよね、バンズはね。で、当時はそのバンズの粗利で、まだですね、グローバルブランドのスニーカーの低い粗利益率をカバーすることができたんですよ。だけど今はもうね、そこまでね、できないですよね。ここまで売り上げ大きくなってくるとね。で、やっぱりね、ナイキなんてほっとくとですね、お店の7割ぐらいがナイキの売り上げになってしまうんですよ、簡単に。それぐらいのパワーがあるんですよね。だからフットロッカーが、まあそういうような状態にね、まあなってまずいな、みたいなね、となってるんですけど、まあフットロッカーとね、ナイキはもう切っても切れない間柄ですからね、なんですけど、まあ要するに、それぐらいですね、グローバルブランドのパワーは強いということです。スニーカーのね、これね、大事なポイントなんですよね、靴事業を見る上でね。それでですね、この、まあ、エビシマスさんはいいです。私も投資する気ないですからね。で、この、その、WA さんの、この、175億って売り上げが、そもそもね、どこまでいくかという話ですよ。要するに、こう、成長企業とみなされてるわけでしょ？そうですよね。ところがですね、これも前に言ったと思うんですけど、大体ですね、靴のマーケットってのは、大体1兆2000億から1兆3000億くらいで変わんないんですよ。もう何十年も。何十年ってことないですけど、20年くらい。まあそんなもんなんですよ。もうちょっとあったんですかね。1兆4000億ぐらいは、あったこともあるんですけど、まあずっとこう、歴年減ってきてるんですけど、その中でですね、落ち込みの激しいのがですね、やっぱ、あれですね、新種靴ですね。そして婦人靴なんですよ。大体もう新種靴が、まあ2000億円いくかいかないか。で、婦人靴がまあ2000億ちょいちょいくらいのところなんですよね。そうするとですね、私の論理で、まあそれなんで起こったかっていうとですね、要するに、まあ、カジュアル化っていうか、要するにグローバルブランドの、まあ、スニーカーですね。これは強いわけですよ。で、スニーカー楽でしょね。だから、で、スニーカーっつったって、グローバルブランドだって、あれですよね。厚底サンダルみたいなやつもいっぱい出してますよね。スケチャーズとかね。ナイキだって出してますよね。そうすると、まあ、そういうものは、婦人靴の領域を食っていくんですよ。簡単に言えば。それで、要は、まあ、そのスニーカーの分野がですね、もう突出してシェアを伸ばしてたんですね。だから、日本のそのマーケット全体っていうのは、まあ、全然伸びてないですよ。だけど、結局その紳士靴と婦人靴のその売り上げシェアを、まあ、食ってですね。そして、そのスニーカーの売り上げがどんどん伸びてきたと。まあ、今あれじゃないですかね。全体の市場のが、まあ、1兆3000億くらいあるとしたら、もう6000億とか、まあ、楽にあるんじゃないですかね。そういうようなことになってます。で、そこをやっぱうまく取り込んだから、この海老島さんは大急成長して2900億円の売り上げをこうやって叩いてるんですよね。で、問題はその婦人靴のその2000億ちょぼちょぼのね、それで百貨店っていうのがあるわけですよ、婦人靴の場合は。百貨店で大体いい売り場に婦人靴の売り場ってあるでしょ？あれってですね、やっぱ売れるんですよ。特にセールの時はもうすごいっすよ。でですね、その百貨店の売り上げがバカにならないんですよね。で、百貨店の場合は、基本革靴ですよね。革の婦人靴売りますよね。ただ単価も高いですね。で、ですね、まあ、そこもですね、かなり大きな比重を、まあ、占めてるんですよ。だから、そう考えていったときに、その、崩せない市場っていうのがね、まあ、その百貨店のマーケットっていうのが、まあ、どうですかね、まあ、4割ぐらい、まあ、3割から4割ぐらいは僕はあるように思うんですけどね。あとは、量販店ですね。まあ、いろいろ、もろもろありますけど、そういうところが、まあ、それなりの売り上げを持ってますよね。でですね、実は、まあ、ここをですね、そうですね。ルミネとか、まあ、パルコとかね。まあ、そういったファッションビルですね。まあ、そういうところにですね、こう出店をして、行って、まあ、この売り上げを作ってきてるわけなんですよね。いい立地です。常に、いい立地ね。で、それで、多分ですね、この、まあ、ABC マートさんも実は、その、婦人靴を若干扱ってるんで、だいたい ABC マートとガッチャンすると思うんですよ。出てるところが。
で、まあ、ゴンゴドのイオンモールとかね、そういう郊外のところもね、そのモールだったらまあ、出れる余地はあるかなと思うんですけど、ちょっと高いんですよね、価格がね。だから、郊外で通るかな、みたいな、ではあるんですよ。駅ビルだから、まあ、行けるけど、駅ビルとか、まあ、ファッションビルだから行けるけど、じゃあ、例えばイオンモールみたいなとこ行った時に、まあ、その、ファッションアパレルの小売業も、やっぱりその、靴をやってますよね。でそうするとですね、そこに価格で負けるっていうようなこともあるんですよ。でそういう意味で言うとですね、まあ2000億円ぐらいの市場のうちで、まあ取れてもですね、もうやっぱ頑張って取れて250億ぐらいじゃないかなと思うんですよね。だそこで一つのですね、まあこうちょっとね、こう天井があるかなというふうに思うんですよ。こういう美味しい商売がね、ずっとできるかなという疑問はちょっとあります。だけど今の勢いはもう素晴らしいと思いますね。よくやったと思います、ここまでね。とにかく靴業界っていうのはね、もう参入障壁がすごい大きいところ、ね、業界ですんで、まあそういうところにですね、よくですね、まあこの女性ばっかりでね、やってるんですよね。ここね、WA さんね。企画から店舗からね、工場視察までね。だまあこういうね、あの仕組みを作ったっていうのはね、まあちょっとこうなかなかのね、まああの、アクシージャのダンタクさんもすごいですけど、まあここのね、小春院さんね、もうなかなかの障害人だなというふうにまあ思いますね。公開店販売の源泉って書いてあるでしょ？これ公開店させたいわけですよね。だからまあ、どん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 新しい商品をね、こう、くる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 ね、やると。それはですね、まあ市場のニーズというか、お客さんの声ですね。これをですね、すぐ生産に反映させるというようなことをやろうとしてですね、またもう AI とかもね、今後入れてくるんだというふうに思うんですけどね。まあ、ただその、ブランドになるかどうかと、ナショナルブランドっていうところがね、ちょっとね、まだね、未知数なんですよね。で、まあ、あれですね、ヒミコを買収してるんで、ヒミコの使い方ですね。あれはブランドですから。ね。なので、もう、昔から知ってる人いっぱいいるわけですよ。今のね、もう、50代、60代の人ね。だけど、50代、60代相手してたらですね、ばっかり相手しててもですね、その、先がないわけですよね。だから、どうするかっていうと、やっぱり、あれですよね、若返りを図らんといかんですよね。百貨店の中で売れる商品としてですよ。そして、まあ、高級化をしていかなければいけないですね。グレードアップですね。で、そういうことがもしできるとすればですね、まあ、ここね、ちょっとチャンスがあるかなというふうに僕は思ってるんですよ。あるかもしれないなというふうに思ってますね。まあ、ちょっとその辺のですね、動きがですね、まだちょっとここではわからない。この卑弥呼ですね。これはですね、オリエンタルトラフィックにはですね、やっぱここ、これやっぱ天井あると思います。売り方もやっぱりね、なかなかちょっとこう、二足いくらみたいな売り方してますからね。ちょっとこう、まあ、ブランド化するかと言われると、なかなかちょっと難しいかもしれないのかな、というふうに思うんですよね。なので、このヒミコを使ってですね、まあ、上行きたいんですよね。きっとね。その課題はもう分かってると思うんですよね。なんで、まあ、ちょっとね、まあ、本当にオリエンタルトラフィックがブランドになったらすごいなと思うんですけど、まあ、商品は悪くはないです、全然。うん。すごく、まあ、こう、いい。と思うんですけど、ちょっとプライスがね、私は高いなという。あの、二足で売るためのね、あの、そもそもの値付けをやってますからね。それは高くなるわけですよね。で、この大型ショッピングモールですね。まあ、これに今後展開していきたいということですよね。まあ、今、首都圏が中心ですけどね。まあ、大型ショッピングモールに展開したときに、まあ、どうなるかっていうところが、まあ、ポイントかなというふうに思うんですけどね。まあ、イオンモールね。入る余地はありますね。それとですね、これですね、ORTR。これはですね、やっぱね、その、婦人靴の市場がですね、やっぱり小さいし、スニーカーの市場がもう限りなく大きいのはもう分かってるわけですよ。それは一応プロなんでね。それでこの ORTR というですね、要するに自社のまあスニーカーブランドを作ったんですね。ただですね、僕はちょっとこれ商品見たんですけど、大変申し訳ないですけど、もう一つですね。やっぱりその、プロじゃないんですよね。なんか、婦人靴のメーカーが作った、こう、ケミカルメーカーですね。が作ったスニーカーって感じで。まあ、本当の意味でですね。なんか、ちゃんとしたスニーカー工場。そういったところで作ったような感じがあんまりしない。というところがちょっとありますね。ただ、今はね、結構自流に乗ったものを、まあ、今ほら、あれでしょ、女子もみんな、夏はこう、ね、こう、スニーカーサンダルみたいなものを履いてるじゃないですか。ですから、まあ、まあ、自流に乗ってるんだと思うんですけど、まあなんかちょっとね、わかんないですね。これ、クオリティ的にはちょっとね、どうせだったら、セールでナイキのサンダルを買った方がいいんじゃないかな、くらいのクオリティですよね。そう、そういうのがあってですね、ちょっとこれはまあ、
プロがいないんだなと思うんですよ。婦人靴と違って、こう、スニーカーってのはやっぱりね、プロいないといけないんですよ。ラストとかね、の美しさとかですね、そういうところも含めてですよ。あと、機能面ですね。そういうことも含めてですね、機能もすごく重要な、ファクターになってきますんで、そのプロがいないなーっていう風な感じはするんですよ。婦人靴はいるんですけどね、まあ、長いことやってきてますからね。で、まあ、卑弥呼の、まあね、ノウハウもこう、入ってくると思いますんで、いいとは思うんですけど、卑弥呼は長いですからね。でも、まあ、ちょっとね、やっぱり、あれですね、これの活性化ですね、卑弥呼。これがポイントだというふうに、まあ、AA はね、そこじゃないかなと思うんですよ。婦人服のブランドで、このミッシュマッシュっていうのを買ってるんですけど、こういうのをね、買わない方が僕はいいと思うんですよね。これは僕にとってはちょっとネガティブな、あれですね。これは黒字化してませんもんね、確かまだ。まあ、赤字だから安く買えたんだと思いますけどね。これはちょっときついかなと思うんですよね。で、卑弥呼の問題もあるんですよね。本当に、黒字化していかなきゃいけないですよね。だからまあ、そこのところがですね、今後ちょっとどうなるかっていうところが、ちょっとあんまり読めないなというふうに思ってですね。売上高拡大260億円って言ってでしょ。そうですよね。やっぱそうですよね。まあ、この辺がね、天井だと思いますよね。私はね。こっから先はすっごい難しいと思うんですよね。と思います。営業利益率40億円ね。だからまあ、持ってらっしゃる方はですね、いいと思うんですよ、低いところで。私は買いませんけどね、もはやね。ですけど、持っててですね、二分割して株式数も増えてですね、そういう方はいいんじゃないですかね。このくらいまではいくかなというふうに思います。で、まあ、利益率も、まあ、15% ぐらいの営業利益ね。64% も粗利があったらね、それはやっぱりね、取れるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、オリエンタルトラフィックが、なんか、女性の間で、なんかこう、憧れのブランドかって言われると、なんか違うと思うんですよね。うん。でも、ABC マートで、女性がですね、婦人服も並んでますよ。ケミカルシューズね。で、やっぱ買わないと思うんですよね。まあ、どっちかというと、スニーカーの店っていう認知ですよね。で、まあ、品揃えも、まあ、そんなに、たくさんあるわけではないと。まあ、レンタルトラフィックも大してないですけどね。本当に頻繁に絞られてますね。ただ、回転が早いですよね。なので、まあ、なんか香港で成功してる数少ない日本の小売企業とかいうことになってるんですけどね。どうなんですかね。まあ、わかんないですよ。私のですね、見立てがまあ間違ってるかもしれないですけど、このニカルっていうのを自社ブランドとしては高級価格帯に持ってきてますよね。で、これはやっぱさすがに、アベノハルカス、近鉄とか、あるいはいろいろ高島屋とか、百貨店に入っていってますよね。まあ、これはあれですよね。まあ、うまくいくといいですね。でもまあ、これからですからね。中価格帯って言ってますけど、これ、高価格帯の方ですよ。靴の値段としてはね。そうですね。それで、これが、卑弥呼ブランドですよね。やっぱここをね、強化していくのが一番手っ取り早いと思うんですけどね。高価格帯行くにはね。そもそも高いというイメージがありますから。ね。あとはどう魅力的なものにするかですよね。卑弥呼のスニーカーね。これもなんかいまいちですね。いまいちですね。やっぱ苦手ですね。スニーカーはね。というふうに思います。これ19,800円から41,800円。これはブーツですね。40,000円帯っていうのはね。まあ、これしかないんですよ。こうやって。高価格帯とか中価格帯を強化するしかないんですよね。で、百貨店の売り上げをやっぱ取り込んでいくと。言うとですね、婦人靴のマーケットの中で、まあ、かなりの部分を占める、その百貨店の、まあ、売り場ですね。そこからの、まあ、売り上げを、まあ、取っていくことが、まあ、できると。そうすると、もうちょっと成長できそうだな、というような。だから WA ですね。まあちょっとあえてもうちょっと単身も見ないんですけど、まあ、あれですね。まあ今のところ絶好調ですよね。7月の単体売上が 27% 増ですからね。これ月次がね、こう出てるんですけど、ずっといいですよ。本当に。もう 127% ね。141、125、139、111、127、127ですから、もう絶好調、絶好調って感じですよね。しかもオンラインも店舗もいいと。今のところ向かうところ敵なしという感じじゃないですかね。だからまあね、幸運にして持ってらっしゃった方は、本当に、しばらくいいかなというふうにまあ、思いますね。まあだからもう売り上げだけ見てればもう全然、なんか不安感はこれ全然ないですね。なんかしかもあれですよね、優待でなんか靴くれるみたいですね。まあね。原価がね、1200円とかくらいの靴なんでね、あげれますよね。ですね、まあ、これちょっと見ても、
そうですね。四半期で見たら、ちょっとやっぱり、あれですね。失敗した時が、この四半期に結構マイナス出しますね。この2月から4月のところ、これ2月の処分のところですよね。これ結構マイナス出しますね。毎回出てますね。毎回縮まったんだけど、ここでね、またね、ちょっと、2億1700万の営業上がり出してますよね。だから2、4月が弱いんですね。ほいで、5、7、8、10月。うん、これはですね、7、8月がまあ、処分期なんですよね。だから、うまいことね、5、7月と8、10月なんで、こう処分期が、こう、あれですね、分散されてますよね。夏のところはね。だから、これ利益出るんですよね。うまいことで、決算期作ってますね。うん、なるほどね。これはいいんじゃないですかね。資金繰り的にもそっちの方が良かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。初期の頃ね。ということでございます。それで、まあ、うん、これからどうなんだって言われるとね、ちょっと、わかんないですけど、まあ、既存店売上値か、まあ、売上の伸びを見てれば、まあ、大体大丈夫ですけどね。だと思いますけどね。うん、まあ、7月でしょ。今回5、7月ですよね。めちゃくちゃいいはずですよ。めちゃくちゃいいと思います。だから、まあ、あれですよ。この、49億円をベースにして、だいたい3割ぐらい増加するって感じですよね、売り上げがね。そうすると、60億とかなる可能性だってありますよね。60億出ると、ここすごいっすよ。ね。というふうに思いますけどね。でまあ、私は買いませんけど。資金効率悪いですからね。それにまあなんかなぁと思うんですよね。ちょっといろいろ課題もあるなぁと思ってて。あんまりこう色気はね、出さない方が僕はいいかなと思ってます。ここにはもう期待値が相当入ってますからね。だからこう期待値が抜けた時はですね、抜けた時ってやっぱ来るんですよ。ね。だからその時に、まあ、もうスコンとね、これやられる可能性はまああるかなというふうにまあ思っております。ということでね、私はまあ WA はね、買わないというのが負けそうですね。今日は内外も買わないし、WA も買わないと。買う気がしないと。いうことでね。まぁ、あ、ちょっとね、ゆるゆるとね、話してみました。まぁ、あ、さらっとしてますけど、本日はね、ここまでで終わりたいなというふうに思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、ね。本日はここまででございます。もうこんな感じでね、まぁ、割とざっくりした、適当なね、銘柄判断で、申し訳ないんですけど、まあ、視聴者さんリクエストということで、やらせていただきましたね。まあ、こういうのがね、まあ、面白ければですね、ぜひ、チャンネル登録をね、していただければいいのかな、と思いますね。で、あと、高評価ボタンですね。これ1回だけお願いします。それからですね、2回はダメですよ。でね。あとですね、何ですかね。メガラリクエストですね。こんな感じで、ぼちぼちやっていきますんで、またね、お寄せいただければというふうに思います。本日もですね、長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。